ツイックススナックバーは、コンパクトで、高カロリーを特徴とする菓子類である、スナック菓子の一形態。主な原料にはチョコレート、砂糖、乳脂肪や、脱脂粉乳等の牛乳由来食品、ナッツ類、穀物、ドライフルーツミューズリーなどが用いられ、甘さが強いものが多いが、穀物とドライフルーツを主体としたものでは、片焼きビスケットに似た製品もある。 これらは早急なカロリー補給と形態の簡便性を目的としているが、味は二の次である製品も多い上に、栄養バランスに偏りが見られるものも多く、ジャンクフードに含まれるものがある一方で、栄養補助食品的に特定の栄養素を強化したものや、全般的なバランスを重視して、カロリー摂取を抑え、ダイエットに供するもの、または簡易総合食としての商品を目指したものなど、 様々である。特に後者のグループでは、不足しがちなタンパク質やミネラルビタミン等を重点的に強化した製品も見られる。低血糖症の人にあっては、血糖値が下がりすぎることで、神経活動の、ひいては生命維持にも支障をきたす場合があるため、常に飴玉やこれらスナックバーを携帯する人もあり、これらの人々にとっては、文字通りの生命線となっている。 スナックバーはアメリカ軍が第二次世界大戦を通して利用したディーレーションと呼ばれる非常食配給物資の原型ともなった。この非常食は補給が断たれたり孤立してしまった場合に備えて携帯されるものでコンパクトで高カロリーであることを目的とされ味や長期的な栄養バランスは後回しにされた。それでも一定期間はこれだけを喫食して 飢餓から命を守るためにと開発された。ただこの当時、様々な材料を混ぜ合わせ固めただけのこの単純な食品は製造しやすさもあってか過剰生産され、末端では一般食として支給され、四季低下にまで関わったなどの逸話も聞かれる。あとに、軍用非常食は、精神衛生の面からも、一応は食事としての定裁とメニューによる変化を持つ。 高密度に圧縮密閉されたパッケージのものにとって変わられていった。D レーションを小型化し改良したものがアメリカ軍用チョコレートで現在でも使用されている。ありがとうございます。